はい、こんにちは、116ウィンズです。各チーム30試合ほど消化し、いよいよシーズンは後半戦に突入しました。プレーオフを目指すチームの中にはトレードに動き出すチームも出てきていますが、一方で今季勝てていないチームによる来季のドラフト1位争いも加熱しています。現在 MLB 最下位はピッツバーグパイレーツの7勝18敗、そこからレッドソックスやマリナーズなど、初めから今季勝つ見込みの薄かったチームが並んでいますけれども、この中にですね、エンゼルスがいるんですね。現在10勝22敗で MLB ワースト2位の成績。オフシーズン中には FA の目玉であるアンソニー・レンドンを獲得したり、また昨年から課題だった先発陣についても、ディラン・バンディをトレードで獲得したり、フリオ・テランを FA で契約したりと、一応は先発補強もしていましたし、またトミー・ジョン手術から大谷翔平選手も復帰する予定でしたので、少なくともエンゼルスは今シーズンも勝つつもりでチーム作りを行っていたはずです。ただ先ほども申し上げた通り、エンゼルスは現在10勝22敗、チームの歯車は全く噛み合っていない状態です。このチーム状態の一番の要因はやはり先発陣が結果を出せていないというところでしょうね。トレードで獲得してきたバンディについては現在3勝2敗、防御率も 2.58 とキャリアハイクラスの成績をここまで残していますが、それ以外の先発投手がかなり苦しんでいますね。グリフィン・キャニングについてはまだまだ長いイニングを投げるのに苦労している状態ですし、アンドリュー・ヒーニーについても現在1勝2敗、防御率も 5.52 と本来のピッチングができていません。また投手として復帰した大谷選手も皆さんご存知の通り、本調子とは程遠い状態で2試合に先発した後、再び怪我をしてしまい、今季マウンドに上がることはなくなってしまいました。FA で獲得したフリオ・テランも防御率9点台と打ち込まれている状態ですので、先発投手が試合を作れず負けてしまう展開がエンゼルス現在非常に多いのかなと思います。エンゼルスの先発陣の防御率は現在 6.34、 これは MLB ワースト2位の成績なんですけれども、やはりこれだけ先発投手が打ち込まれてしまうと、なかなか安定して勝ちを拾うのは難しいでしょうね。もちろんエンゼルスの先発陣については、バンディ・テランを獲得した後でも本当にこれで大丈夫なのかという声は確かにありましたが、今季32試合を消化して想像以上に先発陣の出来が悪いというのが現在のエンゼルスの状況ですね。そしてリリーフもかなり苦しい状況です。昨年クローザーとして活躍したハンセル・ロブレスが、今季は球速が2マイルほど急激に低下したこともあってか、開幕から打ち込まれてしまい、早々にクローザーの座を剥奪。現在タイ・バットリーが代役のクローザーを務める機会が多くなっているところですが、クローザーについていきなり悩むことになったのは大きな誤算でしたね。また長年ブルペンを支えてきたキャム・ベドロジアも現在故障者リスト入りしていまして、なかなか安定して勝ち試合を任せることのできるピッチャーが多くないのが現状のエンゼルスですね。リリーフ陣の防御率は現在アメリカンリーグ11位の 4.52、 先発陣と比べますと幾分数字はマシですが、それでも決して良い数字とは言えません。マドン監督も日々いろいろなピッチャーを試しながらなんとかこの状況を打開しようとはしていますが、台所事情は非常に苦しいです。一方で打線についてはここまでまずまずの出来です。例年と比べれば少々数字面で物足りない部分もありますが、マイク・トラウトは相変わらず活躍していますし、 FA で獲得したアンソニー・レンドンも開幕当初は怪我の影響もあってか少々苦しんでいる時期もありましたが、現状の成績は長期契約にふさわしい成績となっています。またデイビッド・フレッチャーの活躍もチームにとっては大きいですね。ただこの他のポジション、特にファースト、レフト、そして DH ですが、ここでウィンズ・アボブ・リプレイスメントがマイナスとなっているんですね。このポジションは主にプホルス、アプトン、そして大谷選手がプレイする機会の多いポジションとなっていますけれども、彼らの打撃面の不振がウィンズアボブリプレイスメントのマイナスにつながっているのかなと思いますね。この3つのポジションは特に攻撃力に期待したいポジションですし、また年齢的な衰えが隠せないプホルスはともかく、アプトンや大谷選手についてはウィンズアボブリプレイスメントプラスを稼ぎ出す力は本来あるはずですので、ここでマイナスとなってしまっているのはチームとしても非常に痛いですね。打線のテコ入れとしてトッププロスペクトのジョー・アデルも昇格させましたが、現状 MLB への適用にかなり苦しんでいまして、ウィンズアボブリプレイスメントもマイナス 0.7 と本来の力を発揮できていません。エンゼルスはどちらかというとバッティングのチームではあるんですけれども、ただバッティングのチームという割にはパフォーマンスがものすごい高いわけでもないので、投手陣がかなり足を引っ張っている現状を考えますと、この攻撃力ではなかなか投手陣のマイナスをカバーすることは難しいのかなと思ってしまいますね。こういった要素がチームの現在の低迷を招いていまして、今年確実にプレーオフに進むことのできる地区2位のアストロズとは現在 7.5 ゲーム差ついている状況です。残り30試合切っている状況で 7.5 ゲーム差というゲーム差は正直に言ってかなり絶望的な状況ですね。このため今月末のトレードデッドラインでは売り手に回ると見込まれていまして、ディラン・バンディ獲得に興味を示している球団がいくつかあるようですし、またコンオフ FA となるトミー・ラステラやジェイソン・カストロの獲得に興味を示している球団もどうもあるようですね。
エンゼルスとしてはトラウトやレンドーン、大谷選手が全盛期のうちにワールドチャンピオンを狙えるようなチームを作りたいとフロントも考えているとは思いますが、ここから果たしてチームを早期に再建することができるか注目したいですね。ということで今回の動画は以上としたいと思います。また今後もですね、 MLB に関する話題を皆様にご提供できればと思いますので、よければチャンネル登録の方もよろしくお願いいたします。それではご視聴ありがとうございました。